雪男の美女対談60回目になります。6月24日土曜日夜の10時です。さあ今月のマンスリーゲストは、皆さんこんばんは。私の名前はしらき。どうも、あしらきです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやーほんとね、いやもう今日もね美女対談ということで、あのもうこれ最後になってしまうんですよ、はい、今月最後で、今月最後4週間本当にありがとうございました。いやいやいや嬉しかったです。本当にいろんな話聞けて、いやで今週これが一番この美女対談でオチです。男性のどんなところに女性は惹かれるのか、いいテーマですね。私にぴったり。そう、ね、これねラジオをお聞きの皆さんね、うん、ぜひね YouTube でアップされて確認していただきたい、うん、誰が言ってんだっていう話でね、いやいや誰がアドバイスしてんだっていうね。そうそうそう、そんなことない。いや本当ね、あなたの生き様かっこいい、うん、いや、うん、本当。いやまあでもこれね、これ男性のどんなところに惹かれるのか、うん、これ今まで来た方で例えば話が合うとか、うん、どっか清潔感があるとか、うん、そういうところが多かったんですけど、まあでも圧倒的に、うん、最低限絶対守った方がいいのは清潔感があるっていうのが一番大事だと思うんですけど、これなんかねみんなに聞きながら雪男さんが最終的に自分のアドバイスとして受け取りたいっていうことですよね。まあでもこれは正直な話、うん、美女の方にこれ聞くっていうので、うん、差し障りないところもありますけど、うん、まあ聞きたいのはそういうところですね、自分のアドバイス。いやだけどどうやったらモテるのか女性に。でもだんだん私もねさすがに枯れてきたのもあるんですけど、うんうん、枯れてきたって言うんじゃないですよ自分で、やめて。だけどやっぱりモテたいのよ。モテたい美女に、美女にモテたい。うん、いやちょっとねやっぱり本当ね美女からモテるっていうのはね難しいです。難しい。いやもう美女にモテたいっていうこと自体がもう間違ってるんですよ。そうなの。雪男さん。いやもう本当にね誰が言ってんだって話です。本当ね受け止めましょう。もうね、うん、正しいともやる気のない正論顔みたいな顔して間違ってます。やる気のない正論顔みたいな顔して。売れ残った温泉饅頭で、うんうん。私もそうですよ本当に。坂東英二ってよく言われますよ。ねえ、本バンドエイジさんね似てますから、いはい。そんなことなくて、はい、でここちょっとお時間もそうなんで、はい、あなたの場合どんなところ男性惹かれるの？いやでも二十歳の時からで付き合った人、一番最初の人から。正直本当なんか私男を見る目がないんですよ。はい、めちゃくちゃ男を見る目がなくって。うん、今までずっと自分が好きになった人というか見てきた人は本当にダメ、ちょっと頼りなかったりとかダメな人が多かったんですけれども、今結婚 してるじゃないですか、うん、それはもう本当に罰ゲームがきっかけで結婚してますので、私が選んだわけじゃないんですよ。きっかけは私の師匠サンドウィッチマンの伊達さんが、うん、当時私と仲良かった男友達がいたんですね、うん、別に本当に男として見たこと一度もなかった人だったんですよ、うん、でその人と2人でご飯食べに行ったりとかしてるから伊達さんが勘違いして告白しろみたいな感じになりまして、うん、罰ゲームが、うん、で伊達さんが台本書いて、うん、そのまま電話して台本読み上げて告白したら OK で、そっから付き合うことになり、そっからそれがきっかけで結婚することになったんですけど、うん、本当に自分で言うのもなんですけど、すごく素敵な旦那さんなんですよ、うちの旦那さんが。よかったじゃない。本当に自分で選んでたら全然あれだったんですけども、うん、結果その今言えることは本当に優しい人がやっぱ一番って。だからそれはあなたに対して、うんうん、女性としても魅力を感じてるけど人間としても感じてるのよ。いやいやいや、だから優しくできるね。あとあなたのやってることがすごく一番のファンなんだよ、うん、いやだから優しいの。いやだから本当だってその今まで普通にお笑いライブを見に来てくれてたような方だったんですよ、うん、もう本当に男として見てなかったので、うん、その方のことを
本当に申し訳ないですけど、男として見てたら恥ずかしいから呼べなかった、ライブとかに。あと以前お付き合いしてた人も、普段はあの女性としていてくれって言われました、うん、その男性が、はい、自分の前ではあのお笑いやってもいいけど、自分の前では、うん、そのお笑いやらないでくれって言って。でも女性ってそういうとこあると思うよ、男性に対しても、うんうんうん、あんまりふざけなくていいってやっぱ言われたりするもん、うん、ね、うん、いやでも全然その今の旦那さんはもう素のっていう伸び伸びできるというか、その人の前でも はい、だからもうすごく一番、そう一番その伊達さんがキューピッドなので、うん、本当に伊達さんのあれがなかったら本当今も独身だと思うし、うん、はい、本当ろくなんかね、よく、いやなんでしょうか、だけど、うん、それ優しさって、うん、結構来る人で言うけど、うん、本当にそれ夫婦になってそこまで優しいってあなたが思えるっていうのは、うん、すごく優しいんだと思う。いや本当に優しいんですよ。いやいいことじゃない、本当に優しい。あとやっぱ自分の親に対しての態度を見た方がいいですね、その男性見るとき。あなた正しい、それみんな言う、本当にそう、本当に自分の親に対しても優しいし、うん、その旦那さんの親に対しても優しい人はやっぱり自分のこともそうやって優しく扱ってくれるんで、この女性にも言ってあげたい、教えてあげたい、本当に。今日はあれだね、あの、うん、男性のどんなところ、女性のどんなところもこれ2つだね。そう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 、だから親に対しての態度がやっぱり、うん、あったかいかどうかな、ね、優しいか、ちゃんと丁寧に扱ってる人はやっぱ本当に自分に対しても優しいんで、やっぱり長くね、うん、夫婦生活されてる友人とか多いじゃない、私なんかも、うんうん、で学生時代から付き合っててとか、うん、やっぱ親と仲良かったりみんな、うん、そこになってくるっていうので、うん、相手のお父さんお母さんとか、そう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 、お父さんしかいなかったらお父さんとか、うん、その形ってあると思う、人間力みたいな、うん、そう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 、やっぱりそういうとこって出ますね、本当によかったな、うん、最後これいい話初めてだよ、今まででこんないい話涙出そうなった俺よく言いますよ本当に、いや本当いい話、いやでも本当にそのいやこういう話聞きたかったね今までも。本当ですか、だって、うん、幸せなことをさっと言えるっていうのは、うん、素晴らしいことよ。いやまあね、でもお笑い芸人って、うん、なんか全部ボケなきゃいけないっていう人多いじゃない、うん、違うのよ、だって人間を売ってるわけだから僕ら。ああ、人間を売る仕事なんですね。ああ白木さんにしても、はい、いやでもまあそうですね、お笑い続けれてるのは、うん、まあ旦那さんのおかげでもありますし、うん、その両親に、うんね、うん、やらせてもらえてるっていうのがあるので、まず大前提に、はい、もう結婚されて何年なの。もう12年くらい、ね、あ、じゃあもうそうですね。あ、そう、前ここ来てもらって他の番組で聞かせていただいたもんね、うん、結婚式の日の話とか。あ、そうです、そうだそう、またそれはね後日って形でまた来ていただいて、はい、もう終わりですか、時間だもん。なんかアドバイス、あと細かいこと言う、いちいち言う男の人は嫌われるからやめた方がいいっていうのと、うん、はい、優しさだね、優しさ、優しい、あと決断力がある人は、うん、男の人はもうやっぱり素敵、もう優しさに限るってことで、優しい、優しくて決断力がある男性はモテます。今月4週間本当にありがとうございました、ありがとうございました、あっという間、最後本当涙出そうになっちゃったよ俺結構涙もろくなってきてだからこういう番組やってんだよ。そうですね、泣ければいいやって、泣ければいい、シラフで泣ければで、ね、でも楽しかったです本当にね。いやいや、もうまた遊びに来てください、はい、今度逆からやりましょう。逆から男性のどんなところに惹かれるか。ああ、なるほどね、そのほうがまた、ね、初恋の話も楽しかったな、あれ。いやもう本当にね、ほじくり返さなくていいんですよ、初恋の話なんて。ったね、本当に。またね、本当にまた遊びに来てください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。1ヶ月ありがとうございました、はい、いろいろとね勉強になりまして、聞かれてる方もまた、はい、YouTube でもね、うん、見ていただきたいと思います、 はい、ね、また来週、来月はどんな美女が来てくれるかな、ね、今月のゲストはマンスリーゲスト、あ、白木さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆様方、良い夜を。グッドナイト。おやすみなさい。おやすみなさい。